県警察学校では拳銃射撃競技大会が開かれ警察官が日頃の鍛錬の成果を競いました大会には県警本部と各警察庁から選ばれた102人の警察官が出場しました競技は撃つ姿勢や的までの距離に分かれて4種目あり参加した警察官が日頃の鍛錬の成果を競いました 交番を狙った凶悪な事件等も全国的に発生しておりますし先番は二日交番にもそういったものが入ってきたという事案もありましたのでこういった日頃の訓練を生かして現場で活用していきたいと思います今年6月には富山県で交番の警察官が襲撃され殺される事件が起きていますこれを受け県内の交番では不審者の侵入に備えて 机の位置を変えたり、対応訓練を重ねたりしています。